吉野さん朝食食べてますイカのねなんかこうポンポン焼きみたいなのこれ実はね他のユーチューバーさんから送られてきたんですよということでね食べ物年末お金出会い YouTube がもたらしてくれてますあのなんかねもらい物って書いてますけども 下に貝殻があるでしょ貰い物って感じ世の中は貝殻つまりお金でできているということなのかなと解釈してますけどもまあもらえるんですよでも「ください」って言わないともらえませんし「欲しいな」っていう風な希望を言わないともたらされないんですよね。真、ま、ん、あ、中には何も言わなくても「これ使ってください」みたいなことがあると思いますけどもうん吉田さんね10年やればまあ何でも筋が通るんじゃないかなと思いますし。 3年で辞めたらら何もならななないいいんじゃないかなと思います、まあ、単純に時間の問題ではないですけどもただ密度濃くやる3年ができていればただやってるだけの10年よりは効果が出ると思うんですよ。私もねもう10年10年目ですよ今。マージャン店をやりながらネットビジネスをやり始めて10年です。で10年前の数年後にマージャン店もやめてしまうんですよね。 いいですよね。逆転満塁ホームランを打つ。言うてないですよ。まずは素振りから。素振りをしてる間はバッターボックスにも入りませんし、ホームランはありえません。で素振りで振れるようになってきたらバッターボックスに立って、いろんな球にトライするんですけども、ボール球を振ったんじゃダメですよね。でも多くの方はボール球なのに振りまくってるんですよ。つまり詐欺商品を買ってるんですよね。もしくは自分の力量に合わない商品を買ってるんですよ。だからジャストミートできるような、 ポイントサイトとかセルフバックとかみんなの銀行みたいなね小刻みに内野安打とかね内野ゴロとかあの振り逃げ三振とかをやりながら一塁に行って二塁に行って盗塁して三塁に行ってで、えー、エラーがあったからホームインみたいなねそんな流れになるんじゃないかなと最初は、ね、必死で稼ぐ言ってるんですよでだん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 慣れていってあ自分で打てそうな球が来たその時まで待とうかな来たなポンと打とうかなみたいなね二塁打があったり三塁打があったり ホームランはね、プロでもめったに打てないんですよ。<laughs> だから、素人さんがね、一発逆転ホームランだとか言ってからね、ネットビジネスの世界に来るのは、まさにギャンブル思考です。そんな世界ではありません。そういう意味では、きちんとやってきた人だけが打席に立てて、きちんとやってきた人だけが対戦相手がいて、きちんとやってきた人だけがジャストミートを放って、 運が良くてたまに風に乗ってホームランそれありえますけどねプロでもねそんな一発で1万一億2億みたいなホームランないですよ私も別に1億売ったことないですからねせいぜい10万とか100万のものを積み上げて1億ですから、うん、だから結局はね内んだの連発なんですよ日々うんなんかねオーバーセカンドの一塁だとかね、うん、まあライトを抜けて三塁だとかねそんな感じですよね まチャンスをもらっていきましょう。